ついに発売されました妖怪メダル第5章、妖魔界の強者たち。今回3パックゲットしてきました。それとゲラポプラス妖怪5章と妖怪メダクル変化3種類ジバニャンは売り切れてました。あとなんといってもアクション妖怪シリーズの新キャラクターロボニャンとコマさんですね。もうすでにかなり昔にジバニャンとウィスパーはあったんですが、今回ロボニャンとコマさんが追加になりました。はい、ロボニャンはバク転、コマさんはいろんな方向にスタタタタと走る。これちょっと楽しみですね。それではまず妖怪メダルから開封してみましょう。はい、まず1パック目の前に、はい、今回はホロメダル8種とノーマル22種の全残、ホロメダル8種とノーマルメダル22種の全30種類ですね。ホロメダルが出るんでしょうか。記念すべき1パック目ですね。せーの、ドン。ういボーボーと化けあられですね。ノーマルノーマル。今回銀フレームメダルなので、昔の懐かしい番号がちゃんと書いてますね。はい、2パック目。何が出るかな。よし。じゃーん。カブトさんと鎧さん。おお、これは2つで1つですね。こういう組み合わせは嬉しいですね。はい、ラスト。もうラスト。今回3パックなんであっという間ですね。せーの、ジャン。お、ホル出た。発電人と同格ですね。あ、発電人のホロ出ましたね。とりあえず今回1枚ホロ出てよかったですね。これが今回出たメダルの QR コードです。メダランドには登録済みなので、もし 3DS などで読み込みたい人は使ってみてください。一時停止すれば読み取れると思います。はい、続いてゲラポプラス妖怪5章ですね。あ、今回はコマジローの Z メダルがついてますね。まあでも今回開けるほどのことはないので、これはこのままにしときましょう。はい、今回かなり気になってたのがこの妖怪メダル変化ですね。妖怪メダルが変身して妖怪になりますね。召喚遊びがこれ一つでできちゃうんですね。ちょっと開けてみましょう。じゃーん、こんな感じですね。これは前から見て、後ろから見るとメダルになってますね。これメダルに収まるみたいですね。こうやって。あ、おうほう。ほうほうほう。はい、ロボニャンメダルですね。ロボニャンメダルが、はい、召喚。出てこい、俺の友達、ロボニャン。貧相なロボニャン。あれれれれ。はい、これじゃ変身終わりじゃないですね。はい、自力で出すみたいですね。まず手をギュッと下げてカチッと。はい、あとお耳ですね。ここをこうやればいいんだ。ここの出っ張りをキュッとやればいいんだね。おお、おお、完全にロボニャン。かわいい。すごい。出てこい、俺の友達ロボニャン。次はブシニャン。はい、ブシニャンですね。ブシニャンはレジェンドメダルなので、かっこいい。ちょっとこれメダルモードにします。メダルモードっていうのかな。メダルモードにします。VF モードみたいな。ね、メダルモードみたいな。はい、かっこいいですね。レジェンドメダル。このサイズも、本物のメダルよりちょっと大きいサイズなんですが、リアリティがあってかなりいい感じですね。武士には持ってないんですが、これがあるとちょっと持ってる感じになっちゃいますね。ブシニャンを召喚してみましょう。出てこい、俺の友達ブシニャン。ニャ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 ン。シャキーン。で、ここをキュッと引っ張れば手足が。コマさん。うん、コマさんね、それはね。で、あとお耳を、はい、ここピッピッとやって、カチャンカチャン。はい、超かわいいですね。ブシニャン。はい。いい感じじゃないでしょうか。かなりいいですね。はい、ブシニャン。ジバニャンが売り切れてたので、このコマさんが最後ですね。コマさん、召喚してみましょう。コマさん、あ、コマさんはここが長いから、サイズ的にはでかいですね。はい、まずこれを折りたたんじゃいますね。メダルモードにしちゃいましょうね。これは、あ、これは内側に折れるんだ、これ。なるほどね。お、コマさんは
本当のメダルっぽいですね。ここ切り込みはこんだけしかないんで、かなり普通のコマさんですね。ただここにプリチーのマーク、あるんだ、プリチーマークが見にくい、それぐらいですね。はい、コマさんを召喚してみましょう。出てこい俺の友達コマさん。かわいい、これ尻尾かわいい、なんでこれあってもなくてもいいんじゃない、これ尻尾かわいい、かわいいね、うん、はいはい、眉毛、眉毛なのかなこれ。はい、ピッピッとお耳を出して、あと足ですね、足はここカチャッと、はい、こっちもカチャッと、いいですね。はい、どっからどう見てもコマさん、かわいい。はい、もうそのままほぼそのままなんで、裏から見たらメダルですね。いい、いよいよ大本命アクション妖怪シリーズですね。これはもっとたくさん出てほしいですね。動きを見てるだけでも可愛いです。じゃーん、こんな感じです。かなり立体的ですね。さっきのコマさんは平面だったのでかなり立体的に見えちゃいます。サイズはほぼ同じなのかな。はい、じゃあどんな動きをするんでしょうか。このゲラポプラスの上歩かせてみましょうね。はい、ゼンマイを巻いて、はい、気をつけながら巻いたら、あとは、おう、はい、行きます。早っ、早いね、これちょっと、あ、よくわからないね。はい、うわ、おお、できたね、できたね、うん、まあ、コマさん逃げ足早そうなんで、スタスタするあたりはすごくよくできてると思いますね。おうおうおうおお、お、意外といい、早せーの、おいっす、おこれ難しいね、難しい、大きすぎて難しい、あい、はい、ワンワンに捕まっちゃいましたね。ダメ、これはダメ。はい、次ロボニャンやってみましょうね。これロボニャンすごいですね。バック転、じゃじゃーん、じゃじゃーん、おお、尻尾が超立体的ですね。この尻尾実は柔らかくて、これがバック転にかなり重要な役割を果たすようです。この調整次第かな。はい、ということでやってみましょうね。よしよしよし、レディーゴー。おお、一回成功、はい、えい、起きろ、ダメか、うん、はい、もう一回やってみましょうね。いいですね。はい、ごめんごめん。ごめんね、ごめんごめんね。はい、ワンワンがかわいそうなんでバク転これぐらいにしときましょうね。はい、今日は妖怪メダルのグッズで一気に遊んでみました。いやー、いろんな妖怪グッズが出てすごく楽しいですね。これからもたくさん楽しいグッズ期待してます。それではバイバイ、バイバイ。